はい、千葉県鎌ケ谷市より、なんとこの大江戸ソーラン初参加させていただきました維新心一つです。今年の、私たちの作品維新かもめ夢追い歌、チーム結成10年の軌跡をたどりながら、伝えたいメッセージは今がうまくいかなくとも諦めない限り夢は続く、そんなメッセージを、込めた作品になります。このステージが本日最後になります。精一杯演舞させていただきます。ご声のほどよろしくお願いします。すみません、私が失敗しました。ごめんなさい。
はい、維新かもめ夢を言ったお届けいたしました。たくさんのご声援ありがとうございました。維新心一つの皆さん、ありがとうございました。